はいどうもこんにちは、直樹です。今回はね、ディビジョンライバルとウィーケンドリーグの報酬引いていきたいと思います。ちょっと寝起きなんで声がなんか枯れてるんですけど、まあちょっと気にせずそれ行きましょう。どうしようかな。まずはディビジョンライバルから行きましょうか。ディビジョン3の報酬ですかね。コインでもいいんだけれども、これはまあトレードが可能な真ん中のパックで行きましょうか。パック3つしかないんだね。まあレアメガパック、レアエレクトラム選手パック、これが一番少数やから、とりあえずこれから引いていきましょう。まあ黒じゃなくていい、今週は黒じゃなくていいから、ノーマルの強い選手が欲しいわ。フランス、あー、はい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 、まあこうやってね、せめてウォークアウト出してほしいね、1パックぐらいは。長いがいる長いいるな。スキルムーブ2なんだ、長いって。おお、ペース速いね。加速93、トップスピード93。あー、なるほどねはい、じゃあレアメガパック残り2つ引いていきたいと思います。さあ来い。いいんじゃない。あー、よくねえな。マジか、レアメガパックでこれ、ひどすぎないか。ブラックルガーニ、うわひでー、これはひどい。レアメガパックでこれなんか。まあ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 、チームフィットネスとか4枚手に入ったから、4枚じゃないな、3枚手に入ったからいいとしようか。これはしんどい。これはしんどい。せっかくいい戦車当ててスカット強化しようかなとか思ったのにな。お、来い。いらねえ、ギュンドアンとか。マジか、ウォークアウトすら出ないか。きついね。ギュンドアン、デロッシー、ニャブリ、デューション・マルティンス、トゥクレ。ひってな。はい、では次にウィーケンドリーグの報酬引いていきましょう。選手はね、残念ながらゴールド2だったんで、先々週より報酬はしょぼいという形になりますね。はい、じゃあピック選手、今週はね、あんまりいい選手いなかったんだよね。報酬で、報酬っていうか黒選手で。まあ RM のカンセル欲しいけど、今のねスカット、ちょっとスカット変えてから使えるポジションがないっていうやつなんだけれども、まあ結局当たらないと意味ないと。いや全部微妙やな。まあここら辺は適当に84の選手を取っておくのが良さそうですね。 SBC 要員としてね。はい、カモン、攻めていいの来てくれ。あ、ベンゼマ来たか。まあここはベンゼマでしょうね。ベンゼマか、すんげえ微妙な能力。これ黒だよな。黒の割にめっちゃ弱いなこいつ。決定力80ってやばない、フォワードで。このタイプのフォワードで低すぎやな。まあまあまあ、爆死ですよ。いつも通り爆死っすよ。はい、じゃあそれではパック引いていきましょうか、残りの。おー、違う、俺課金しねえぞ、課金しねえぞ。はい、レアゴールドパックとレアメガパック、あ、言えてない、レアメガパック2つっすね。いや、寝起きでテンション低いのにさらに爆死でテンションが下がるよ。あー、開かないね。誰、どんなルームか。アンロックゴールドパックはもらいましたね。いや、ポルトのバッジなんかいらないんで適当に言っときましょう。ゴールドパックなんて当たるわけねえよ、当たるわけねえよ。これで当たったら奇跡やけどね。まあ当たんないよね、知ってたよ。はい、じゃあ残り2つ頼みます。せめてね、10万以上で売れるカードが欲しい。頼む。うん、開くね、開いて。ベルナルドシューバー、ウォークアウトもないのか。トラクサ・ラクラウフ、ゴロビン、あー、めちゃめちゃ微妙やん、お前ほんまに。お、ワン、アンロック、ワンプレイヤーパック。はい、では正真正銘残り2パックですね。カモン、カモン、頼む。うわ、開きもしない、やば、マジでこれひどないか。あまりにも爆死。スーソドゥンビャ、はい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 。あ、まあチームフィットネスめっちゃ来たからそれはそれで嬉しいけども、そこじゃないんだよな。
はい、じゃあ最後に1個プレイヤーパックね。当たるわけねえ。当たらない。ひでえなあ。はい、今週もね大爆死ですね。はい、今週まともに良かった選手ってこのベンゼマしかいないんですけど、赤剣ピックのこのベンゼマすんげえ弱いんですよね。だからサブとして使う気にもなれないっていう選手ですね。このヒルトも弱いでしょ。スピード44ってなんや、ヒートないか。センターバックで44とかもノーマルの金選手にも置き去りにされるわ。はい、ちなみにね現在のスカットこんな感じです。ちょっとねこの2選手売っちゃったんですよ。でここにねフューチャースターズのグエンドゥージ使ってて、でここにノーマルのファンダイク使ってたんですけれども、グエンドゥージちょっと微妙だったんですよね。背も180センチとそんなには高くないし、であんまりボルト刈り取ってくれるっていう感じもなかったから売っちゃって、でファンダイクもちょっとアップグレードしようかなと思って売っちゃったんで、で今70万コインぐらいあるのかな、75万コインぐらいあるし、まあ、もらった選手パックで当たった選手っていうのを、まあ、売ったらもっとお金になると思うので、ちょっとそれでねもうちょっとスカット強化して今週のウィーケンドリーグ挑みたいと思っております。はい、それではパック開封、今週も大爆死でございました。また今週ウィーケンドリーグ頑張っていい報酬当てたいと思います。最後にこの動画いいなと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。時々ライブ配信もやっております。ライブ配信の通知などは Twitter で行っておりますので、どうぞフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。